頂点を歩み続けてきた少女と底辺から這い上がってきた少年、最後の戦いが今始まります。レッツゴーアヘッド。一等しろ！なんと黒金選手いきなりの一等しろ。開幕速攻だ。お兄様、無謀すぎるよ。ステラちゃん、きっと一騎は最初から決めていたんだと思うわ。小細工は使わない。彼女を倒すなら真正面から切り捨てる。彼はまっすぐ飛び込んでくる。一度かわせばそれで私の勝ち。そんなの冗談じゃない。まともに震えるのはただ一刀ならば、今の自分のありったけをこの一刀に乗せて放つ。クロスレンジは私の領域。そこを逃げ出してどこで戦うというの。これがこの戦いの場に上がってくれた東堂さんへの誠意、そして僕自身の挑戦だ。受けて立つ、この最強の雷霧で。これが仕組まれた決闘だろうと、もうどうでもいい。私は学園ナンバーワンの座を守りたいんじゃない。僕は己の全てをかけてこの誇り高い騎士に勝ちたいだけ。第七飛剣ナイト雷霧。最初から分かっている。彼女が強いことも、自分が人より劣っていることも。劣っているならかき集めろ、至らないなら振り絞れ。一分もいらない、一秒あれば十分だ。魂を研ぎ澄ませ、駆け抜けろ極限の一瞬を。